ても素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると、誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと気もしたけど、僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕なものを拾った。ふと気がついて横に目をやると、まだ誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことが分かった。欲しいような気もしたけど、またそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵な見つかるだろう。何よりも僕を見て嬉しそうに笑う顔が見れて嬉しかった。結局僕はそんなことを何度も繰り返し、素敵なものを